根室市の吉沢木材。作っているのは水産会社がサンマや鮭などを入れる魚箱です。サンマの水揚げ日本一の根室。しかし今年も深刻な不漁で水揚げは過去最低だった去年のわずか半分になっています。こちらの吉沢木材でもおととし18万箱出荷していたサンマの魚箱が今年はまだ1万箱にも届いていません。会社の根底を揺るがすような状態ですね。不漁の影響で年々魚箱の売り上げが減っていく中、この会社がひらめいたのが魚箱にそっくりなティッシュケース。魚箱風のフォントやイラストが可愛らしいと大人気です。最終的にはこう手作業が多いんです。角を全部手でヤスリで当てて手触りいいように。このティッシュケース、意外な活用法もありました。ここは根室市内の居酒屋。お店自慢のサンマの刺身の盛り合わせに使われていたのが魚箱のティッシュケース。箱の中には氷もぎっしり入っています。根室のサンマを盛り上げたい。インスタグラムとかなんかまあ面白くて載せてくれる人いたりとかで。このティッシュケース、創業60年の吉沢木材にとって初の家庭用商品。売上目標は100個でしたが、インターネットで全国に広まり、すでに1600個以上も売れています。海から上がったもので商売してたもんで、これが上がらないとなるとやっぱり将来的には廃業になるかもしれないですね。ティッシュケースが少し明るい光を持って。そして根室のサンマ漁にも明るい兆しが。フル稼働で動き始めた水産会社。サンマの水揚げが先月中旬から回復してきているということです。